歴代クソ捨てランキング参戦。3位モンガルキャンプ場、マップはこんな感じ。見てわかる通りパックリ分かれていて、こことここ以外では行き来ができません。必然的に自軍側の2対2、対岸側の2対2になりやすく、自軍側で勝っていても対岸側の味方が負けているとエリアは進まないわ、対岸にちょっかいをかけれる長射程が強すぎるわ、なんかもうクソでした。まあでも強制的な2対2という部分では特徴的で個性はありましたね。2位タチウオパーキング、圧倒的リッター捨て。とにかく高台から反射程をいたぶるためのステージで、的当てゲームとか呼ばれていました。ちなみに海外プレイヤーからは人気のステージで、理由を当時仲良かった海外ニキに聞いてみたところ、立体駐車場がそもそも珍しいから。いやいや、でも立体やばない？え、いやいや、バチバチにうちら戦いたいから立体なんてこっちでは不人気武器だよ。すいません。高低差という面においては他の追随を許さない個性的なステージでした。1位なめろう金属、特徴のないクソ捨て。色武装 X 対ロロイトがお送りしました。